異世界生活15日目。おじさんの頼みで狭間物件をまぶたり立ててゆくと言っているが、やる気はあまり感じられない。そんなことない、頑張るよ。こいつの名前ぐらいは知っておいた方がいいのでは。自爆テロ野郎で十分だろ。しっかりと名がそいつの特徴を示している。こいつが開けた穴、いくつ目だよ。もっと広範囲に松明を設置して枠の抑制しないとだね。あ、なんだこれ。いらない種とかをコンポスターに放り込んでたら骨粉ができた。なんで種が骨になったのかは知らないが、要は肥料だろうな。とりあえず保存しとくよ。おじさんのためのほったらかしハウスの様子を見に行ってみよう。ちょこちょこ見に行ってたらほったらかしじゃないだろう。日当たりが良くなるようにお手入れだけしとくよ。お隣にもう一軒建てられそうだよね。一つ建てるのも二つ建てるのも同じだよ、きっと。いや、どうだかな。ホリホリして苗を植えておくよ。苗の在庫が足りなかった。手に入り次第植えることにするよ。どうせすぐに全部は生えないからな。ふんふん村長、ただいまー。居候が増えているぞ。もしかしてだけど、別棟を作ると住民が増える仕様とかになってる？なってるっぽい。まあ、いいか。寝るとこなくなったら別の家に引っ越そう。だな。異世界生活、16日目。霊夢さん、ほったらかしハウスの木が成長しているぜ。若干成長しすぎな気もするが。伸びすぎだよ。しかし今日はほったらかしにするよ。あ、マリサさん大変です。うお、なんだこの子は。おじさんの子供が生まれている。これは釣りをしない釣り師の子供なのだろうか。それともあまり働かない農家カップルの息子なのだろうか。いずれにせよ私が別途を増産したのが原因だと思われる。食料さえ潤沢ならばもっと住民が増えるはず。村を広げ続けたら、世界は私のものになるかもしれない。そんな都合よくいくわけないだろう。17日目、伐採で。日の出とともに伐採開始。もっさり生えた木をバッサバッサと切っていく。うおー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 、素材貧乏を出してみせる。やりきった感があるな。明日はほったらかしハウスのお手入れよ。18日目。なんかすごいことになってる。自然の木を使って建築するのは普通に建てるよりも手間がかかることがわかったな。大失敗の予感がひしひしと伝わってくるんだが。おじさんたちのための激狭物件なのだから、まあ気楽にやればいいさ。もともと木が全くない村だったから、緑が増えていいよね。そういうこと。なんかさ、切ってるそばから生えてきてる気がするんだが。強く生きろ。19日目。霊夢さん、村の外ではあるんだが、ちょっと通りますよが現れた。この人、いつもブロックを運んでいるよね。何してるんだろう。パッと見幸せそうなんだよな。可愛くないことはない。どうする霊夢さん。特に悪さするわけじゃないから放っておこうか。ほったらかしハウスは、これ以上伸びないかもね。どうだろ。いらないところを刈り込んで、家にしていこう。今更だけどさ、先に道とか地形を整備しとくんだった。確かに山が邪魔だな。精が出るね、霊夢くん。暇そうだな、村長。この村マジで無職の巣窟すぎる。よそ様の動画を見たら、鍛冶屋さんとかいたよ。夢のまた夢。今日はこんなところかな。あれ？ふんふん村長は外泊か？デート？余計な想像はしないでおこう。異世界生活、20日目。早朝からめっちゃ刈り込んだけど、モブが湧かないように、上も綺麗にしておかないとね。暗いと湧くからな。屋上をルーフバルコニーにしようか。おお、それは名案。木が生えなかったところを埋めてゆく。落ちると危ないからフェンスをつけたいね。フェンスは作らないと足りないぜ。じゃあ先にドアをつけるよ。ベッドは？持ってる。この辺でいいかな。これで一応住めるけど、明日も手を入れよう。うむ。21日目。窓をつけてあげたいから、ガラスを作ろうと思うよ。砂を持って帰って釜に放り込むとガラスになるらしい。なるほど。あそこに鶏がいるねー。鶏も飼うのか？飼いたいよね。焼き鳥とかいいと思うよ。こそこそ言うな。寄ってきたよ。ご飯をあげよう。
なかなか可愛い。うむ。あ、増えたぞ。その調子で繁殖しといてくれたまえ。卵と焼き鳥を期待してる。さて、おじさんたちに配給よ。さあ小麦を受け取りたまえ。いい人だ。加工は各自でやるように。みんな、頑張って生きるのだぞ。霊夢くんありがとう。じゃ、囲むな。逃げてるし。ガラスはできたのか？できたよ。早速窓をつけよう。まずは穴を開けて。ここにガラス。もっとでかい窓にしないの？隣の家は大きな窓にしようか。そういうことね。小窓も悪くない。激狭物件らしくていいでしょ。狭い部屋って、意外と落ち着くよね。このままここで寝ちゃおう。自由人だな。22日目。今日は屋上を整えよう。部屋の中からはしごで上がれるようにするから。ここにフラップドアをつける。ほほう。で、外のはしごは外してしまおう。ここにも窓。中にはしごをつけたよ。お、いいね。で、昨日作ったフェンスを設置しよう。次は部屋の中だよ。ベッドをもう一個置く。無理だろ。おじさんたちは喜んでくれるはず。折りたたみテーブルも。カプセルホテル並みだが、他の家と比べると少し豪華だったりする。見た目をもう少し良くできないものかね。皮を剥がしてみた。余計変になってないか？うん、余計変だね。わかってるならいいよ。あ、上を残せばよかったのかも。学習して次頑張って。後で直すわ。皮剥がすとギリギリ貧乏臭い感じだぞ。貧乏臭い時点でギリギリじゃないだろ。そうとも言う。お直しするよ。簡単に直せるから助かる。なんかさ、おじさんははしごを登れないんじゃないか？そんな気はしてるぜ。だって羊並みなんだもん。23日目。2軒目が鬱蒼と茂ってる件について、頑張って刈り込むしかない。辛すぎる。ちょっと気分転換に畑のことを考えてもいいですか？畑を作るのかい？というかね、川を作りたいのよね。この辺りにサクッと段々畑を作りたくてさ。村の端っこか。そうそう、整地とかしてる間にも食べ物は必要じゃん。影響の少ない場所でとりあえずガッと育てたいわけよ。水が途中で止まっちゃってるぜ。上から下に向かって落ちていくように掘らないとダメっぽいね。気分転換になったのかい？なったとも。明日も頑張るよ。24日目。家の周りを少し整えよう。山だか丘だかを削った方がいいな。邪魔だよね。うむ。うわあ、精が出るな。ここはいずれトンネルにするか平らにするか、見晴らし良くしたいね。そうだな。は、どうした？キモいのがいる。マジか。ああ、ダメだ。こいつは苦手だわ。頑張れ、超頑張れ。一人で逃げるな。マジで無理だから。ああ、こっちくんなって。やりましたよ。ありがとうよ。こっち側は日当たりが悪くて全然木が生えなかったよ。全部生えてたらもっと大変だったぞ。ほんとだね。さて、今日もうっつん。名もなきおじさんと同棲みたいなことになってるけど大丈夫か？大丈夫じゃない。もう嫁に行けないわ。暴れるなよ。異世界生活25日目。2軒目の続きを頑張るよ。大きな窓をつけてくれ。任せてください。よっしゃ、いらないところを切っていくよ。こっちもフェンスつけよう。だな。大きな窓はいいな。開放感がある。そうだねー。地形とか自然は、なるべく利用したいよ。村のうちはそれでいいんじゃないか。山を崩さずに作れるのなら、そのままにしておきたい。そうだな。明日は2軒目の仕上げをしよう。異世界生活、26日目。じゃあ始めようか。1軒目で貧乏臭いとボロクソ言われたから、2軒目は剥がすところを逆にする。微妙。しょうがないだろ。木は1種類しかないんだ。海を渡れば別の木が生えているっぽいんだよな。どうせならみんなで海を渡りたいよね。おじさんたちとか。橋を架けちゃえばいいんじゃないの？簡単に言ってるな。埋め立てちゃうとかさ。
おじさんハウスももっと豪華にしてあげたいしさ、霊夢王国を作りたいわけだよ。では道を伸ばしていくよ。おじさん用の家はこのくらいにして、ちょっくら食料を取りに行ってくる。ちゃんとみんなに分配しろよ。貧乏村は配給制だからね。はい、皆さんご飯ですよ。霊夢さん霊夢さん、中を見てみなよ。おお、またお子様が、大きくなれよー。こっちの家の内装とか装飾なんかは、これからおいおいやっていこう。そうだな。いつまで撮ってるの？寝るよ。はいはい。明日から畑作るからね。了解した。お疲れ&お休み。